よし。さてと。まずはおめでとうと言っておく。主より三次の言葉をいただくとは。家宝にしろ囚人。美学を共有する仲間と出会い、お前は現実に自分の居場所を見出した。いよいよだ、お前の構成が始まる。今のお前になら話し、お前には特別な素養がある。だが素養は磨かれて初めて力となる。今はまだ弱い。それを養い、来るべき破滅に抗いうる強さを得ること、それがお前に課す公正。破滅に抗う力を得る術はいくつかある。シャドウと戦い経験を積むことも一つ、先に教えた合体もその一つだ。主がお前を手引きするのならだ、囚人。僭越ながら私たちからも助言を。お前が現実を過ごす合間に契約した者との関係を洗練させろ。契約した者と同じ時を過ごす、それが関係の洗練。ダミーを貪る暇ができたら契約者を訪ねろ、囚人。それもまた主がおっしゃった破滅に抗いうる強さを得る術です。同志たちとの契約でお前の心は着実に抗う力をつけている。構成は順調なようだ。実に喜ばしい。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。より一層公正に期待している。よし。刻限です。契約者を訪ねることを忘れ。
お前知ってる？はいはい、静かに。なるほど。よし。回答お願いチャンネル、地味に書き込み増えてんぜ。いつも仮パクする友達に謝罪させたい。そんなのてめえで何とかしろっつーの。ねえ、あの子たち。回答が鴨志田の心を盗んだって噂、あれ本当かな。作り話に決まってるでしょ。怪盗なんてマジで信じてんの？だけど鴨志田、ああなったじゃん。飛び降り騒ぎで隠し通せなくなったから自分でゲロっただけっしょ。まあそっか、いるわけないか。それよりこんなことで学校有名になるのマジ迷惑なんだけど。進学とかに影響あったりするのかな。
やっぱあんなもんなんだよな。けど誰でも知ってるような大物を二人三人とやってけば信じるしかねえはずだ。で、その大物だけど今のところ目処なしなんだよね。あんたたち鴨志田に暴力まがいの脅迫したって噂立てられてるし。しばらくは真面目に学生生活を送るしかなさそうだな。ただいざという時のために準備だけはしておけよ。俺の方は大物の情報が転がってこねえか見ておくから。私もネットでいろいろ探してみるね。しかしせっかく怪盗団結成したっつうのに狙う相手が見つかんねえとはな。まあまあ。うまくいかねえもんだな。失礼します。お呼びでしょうか。鴨志田君の有様は君も見たね。まるで人が変わったようじゃないか。絶対に何かおかしい。おっしゃってる意味が。聞けば妙なちょっかいを出していた生徒らがいたそうじゃないか。その連中が先生に何かをしたのか。つまり鴨志田先生は生徒に何かされてああなったと。それを知りたいんだ。大人が学生のコミュニティに立ち入ってもねえ。確かに鴨志田先生についてはいろいろ噂もありますが、まさか例の怪盗団のことと。鴨志田先生が変わったのは事実だ。原因が何なのか正しく掴んでおきたい。マスコミや警察への対応を間違えないためにもだ。はあ。鴨志田先生には引き続き私が話を聞く。君は何かをした誰かを探るんだ。出ないと無責任の噂も収まらん。そうだろう。入学以来定期考査は毎回のように学年首位。そこをもやけ教師からの人望も極めて厚。どこの大学にも推薦できるよ新島誠君。ありがとうございます。やはり血筋なんだろうね。確かお姉さんは若くして警察庁のキャリアだったかな。君に何か不本意があったらお姉さんはあまり都合が良くないだろうね。わかるかね。さすがは生徒会長。急いでもらえると助かる。早速取り掛かってくれたまえ。失礼します。先生、私です。お忙しいところ恐れ入ります。例の件で。
はい、抜かりはありません。早速調査に。もちろんです。いい結果を。はい、近日。それでは失礼いたします。お時間い。見てくれた？回答お願いチャンネル。あれ立ち上げたの俺なんだよね。ならさ、回答は君らなんだろ。ごめん。いや、もし俺が思ってる通りなら、鴨志田なんかに利用されて、俺は君にもひどいこと。そのお詫びってわけじゃないけどさ、俺にできることがあったら何でも言って。そう言ってくれると嬉しいよ。悪い大人は鴨志田の他にもたくさんいる。でも怪盗ならきっと何とかしてくれる。絶対一度きりで終わるはずない。だから悩み事が集まるサイトを作ろうって思ったんだ。回答団の今後には期待してる。内心そう思ってるやつ多分。だからあのページには匿名アンケートも実装してあるんだ。回答団を信じますか、信じませんか。俺はいつかこいつを指示の声でいっぱいにしたい。怪盗団の正義の行いの役に立ちたいんだ。いいだろう。なら好きにさせてもらうさ。
世間の評判とは別のところで怪盗団を支持し続けた声があったらしいわね。怪盗団を熱心に応援していた者がいる。もしかしたら君の近くに。どうなの？我は何時、ちぎりは座れ。よし。じゃあな。聞いてたぜ、今の。ったく、声かけずれんのなんの。あのサイト、三島くんのだったんだ。我が輩たちのこと、バレてるんじゃないか。たとえそうでも、あの様子なら大丈夫だと思うけどね。一応、後でお話ししとくか。しかし、悩み事が集まるページな。こいつ、まあいい。ともかく大物探しだな。それが見つかるまでは準備ね。見つかったらまたパレス行くわけだから、装備とかも。せあ！何よ急に。俺ら直試験じゃねえ。その様子じゃ今回もひどそうね。おお、お前だって英語ばっかだろ。何もできないよりいいじゃん。リュウジは日本語だって怪しいぜ。お前は人間かどうかが怪しいんだよ。今の上手くね。拳で語り合うか。ちょっとだこら。やめろっつーの。よし。
じゃあ、行くか。お、わかったな。どれにいたしましょう。
なぜただ働きさせたか知りたいか。若者にとって最大の毒は何だと思う。時給だ。時給があるからこそ真の貧困が生まれる。寿命を金で売る発想がな。奇遇だな。俺も今は金なんていらない。望むのは貴様の破滅だけだ。よし。そうそう。じゃあ教科書開いて。わかるかしら？その通り。ろくな書き込みがねえ。恋人やら親への愚痴ばっかだ。パレスを持ってそうな大物の依頼。きそ。ネット限界あるね。これで名前や居場所までって言っても。自力で探すしかねえか。警察も見逃してる大物、足で見つける気か。だよな。とりあえず試験終わるまで待つか。もうちょい様子見て。いよいよ見つかんなきゃ。そん時は。ここ侵入禁止のはずだよ。話終わったらすぐ出るって。つか会長さんが何か様子か。問題児君に噂の彼女、それに訳ありの転校生。
ち悪。ところで鴨志田先生といろいろあったみたいだけど。そうだよ、こいつここ来てまだ前歴のこと鴨志田先生が広めたらしいわね。バレー部員を使って憎くない？鴨志田先生のこと。さっきから何なんすか？つかこいつすげえ人間できてるんで。気を悪くしないで。鴨志田先生の件で動揺してる生徒も多い。予告状みたいなおかしな張り紙の噂もなかなか消えないし。いいかい、新島先輩ってあんなセンスない張り紙のこと気にしてんだ。センスねえことはねえと思うけど。つかもうよくねえすか、話しかけられてると出れねえし。悪ふざけに付き合わされる身にもなってよ。悪ふざけ。そうそう、ここね、例の事故もあったし閉鎖することになったの。誰かさんたちが無断で入ってるって、そんな噂もあるしね。お邪魔してごめんなさい。何あれ、見つけられてるな。あの女なかなか頭が切れそうだ、用心しろ。マジでムカつく。めんどくせえことになったな。そういえばちゃんと勉強もしろよ。特に龍二、知性で解く罠だって少なくないだろうし、日常の行動すべてが力になると思えよ。そうだね、解答のためって思えば勉強だって。まあそうだけどよ、せっかく世直しすんぞって気合い入ったとこなのに乗らねえな。だったらその前に面白い場所へ連れて行ってやろう。もともと我が輩の仕事を手伝うって約束だしな。あ？我が輩についてこい。こんなとこ連れてきてなんだよ。いいから言われた通りにしろ。回答お願いチャンネル出したぞ。こっからどうすんだ？名前が晒されている書き込みを探せ。だから大物の情報は書かれてねえって言っただろ。しかしネットに相手の実名晒すか、怖え怖え。人の話を聞いてくれない。あ、これ相手の名前ない。チャットで悪口を言われる。これは名前あるぜ。そんなのはほっとけ。もっと困っている書き込みはないのか？元彼が最近ストーカー化して困ってます。名前は中野原夏彦。区役所の窓口係だって。役所のやつがストーカーかよ。手頃だな。よし、
なら異世界ナビを用意だ。即パレス行くっつ話か。まあ俺はいいけどよ。ちょっと全会一致でしょ。どうする。そう来ないとな。よし行こっか。確か名前と場所だったよな。いや今回は場所はいい。代わりに我が輩の言う通り入力したキーワードはメメントスだ。あ、何する気だよ。いいから言われた通りにやれ。多分いけるはずだ。また多分かよ。メメントスだっけか。候補が見つかりました。反応した。我が輩の思った通りだぜ。人が。なんかふわふわしてるっていうか。ここが中野原とかってやつ。半分正解半分間違いだな。確かにここもパレスの一種だが普通のとはちょっと違う。今から地下へ降りるぞ。ここのシャドウは地下に溜まってるんだ。何かに惹かれて集まるのかもしれないが理由。地下ってどうやって入るの。どうやっても何もいつも学校行くとき使ってるだろう。ついてこい。あ、待てよ猫。んだよここつか変わってる。シャドウに気づかれてんの。とっくにな。先言えって。ここはまだ大丈夫だ。何度か来て調べたがシャドウはこのフロアまでは上がってこない。でも一歩でも奥へ進めば別だぜ。うじゃうじゃさ。っていうかメメントスって何。いい加減説明してよ。みんなのパレスだ。は？みんな？前の城みたく一人に支配されたパレスが出来上がるのは歪みが並外れて強い。他の普通の大衆は別々じゃなくて一つに融合した巨大なパレスを共有している。それがここメメントスだ。言われてみれば
鴨志田の時と雰囲気違うね。融合ってみんなのがくっついてんのか。いわゆる集合的無意識。まあいいや、言ってもわかんねえだろうし。要するにここを使えばパレスがない人でも改心できるってこと。その通りだぜ。まあ手順が少しだけ違うけどな。けどこれだいぶ広いんじゃね。歩きで行けんのか。ついにこれを見せる時が来てしまったな。モルガナー変身。さあパンサー、レディーファーストだ。車？ありえねえ。認知が具現化する異世界の仕組みを逆に利用してちょいと修行した成果だ。ま、お前らの変身と服が変わんのと車になんのは違えだろう。大衆の心の中には猫はバスに化けるって認知がなぜだかものすごい広く浸透してんのさ。なんでバス？知らねえ。つうか城ん時からやれよ。やれたらやってたさ。けど狭いし階段だらけだしシャンデリアの上とか絶対無理だろ。ちょっとスカル、レディーファースト、ね、引っ張んなよ、危ね。パンサー広がっちまう。出発進行。お前ら何をくつろいでいるんだ。我が輩車だぜ。運転されなきゃ走れねえぞ。自力で走れねえのかよ。運転とかでき、若干不安だけど任せた。私それすら経験ないし。俺より器用そうだしな。じゃあ運転よろし。さあ早くエンジンをかけろ。ったくいちいちめんどくせえな。車のキーは？そんなもんあるわけないだろう。ハンドルの横にスイッチがある。もうちょっと下だ。あ、そこすげー気持ちいいぜ。おい、ゴロゴロ言い始めたぞ。気持ち悪い乗り物だな。にゃーたりエンジンをバカにすんなよ。エンジン全開カット。
前ら。あんたがストーカー男ね。相手の気持ち考えたことないの？あの女は俺のものなんだよ。俺のものをどう扱おうと俺の勝手だろ。俺だって物扱いされたんだ。同じことをやって何が悪い。自分がやられたからって人を物扱いすんな。ふざけやがって。てめえみてえな迷惑野郎は改心させてやれ。俺より悪い奴はいくらでもいるだろう。そうだ、マダラメ、俺から全てを奪ったあいつはいいのかよ。マダラメ、何言ってんだこいつ。
よーし。
グハイの魅力がまた増えたな。さて、相変わらずすげえ力だな、ジョーカー。さて、
メメントスな。しかし、よくわかんねえ場所だったな。で、最後に見たあの壁みてえのは何だったんだ？詳しくは分からんが、あれのせいで一定より深く入れなかったんだ。だが、大衆のパレスなら、大衆が我が輩らを信じたり受け入れたりすれば影響はある。モルガナはあんな場所のことをいろいろ知ってん。どうも記憶がはっきりしないんだが、メメントスの奥がどうなってるのかどうしても知りたいんだ。どうしても？メメントスはみんなのパレスだが、同時に全てのパレスの源でもあるんだ。昔は鴨志田の城みたいなあんな一人が支配するパレスなんてなかった。だから歪みの大元であるメメントスを何とかできれば、我が輩のこの姿だって。モルガナも助けて欲しかったんだね。手駒が欲しかっただけだ。そうか、だから俺たちにちょっかい出してきたのか。私協力してあげるよ。なくしたもの戻ると。よろしく頼む。ところでモルガナってさ、男？もしかして女？だよね。念のため確認したかっただけ。意外と年食ってるやつかもな。加齢臭すごかったりして。やめろ。っていうか男に決まってんだろ。だってわが何？いや、なんでもない話。ともかく小物の改心はメメントスでできることが分かった。目につく情報があったら実践練習のついでに退治するのもありだな。他にめぼしいのはいなかったけどね。大物を改心させて怪盗団の名前を売れば、そんなもん山ほど書き込まれんだろ。俺らの目的はあくまで大物だぜ。早く大物見つけねえとな。まずは試験を乗り切らないとな。勉強しねえと。
どうした？やるか。